こんにちは。数理科学研究家の、寺島智秀です。数学のことなんですけども、なんか数学あんまり好きじゃないっていう人もいるかもしいるっていうのが多いっていうのを聞いたんですけれども、聞くんですけれども、数学の面白さっていうのは、なんか一つの問題に対していろんなやり方があって、いろんなやり方のうちにこういうやり方もある、こういうやり方もあるって言って、一つ こんなやり方もあるんだっていうので、また別のやり方をやった時に視界がパーッと開けるような感じのことがあって、そういう瞬間はいつもたくさんあるとは限らないんですけども、そういうことが時々あるので、そういう時に非常に心が躍るような感じがあるので、それが数学の楽しみの一つかなっていうふうに僕は思います。